現時点での撤回は難しいとの回答があったわけでございまして、まあ、誠に残念ではございますけれども、まあ、経営主体である JR 四国の総合的な判断ということで、まあ、現時点ではやむを得ないものと。高松市国分寺町にある JR 橋岡駅の無人化は、先月23日に JR 四国が発表したもので、経営状況の悪化や人手不足を理由に、来年3月中旬から切り替えるとしています。一方、高松市は JR 橋岡駅のバリアフリー化や駅前広場の再整備などを検討していて、先月末に無人化の撤回を求めて JR 四国と協議していました。大西市長は今回の回答に一定の理解を示した上で、有人化の可能性を含めた再整備について引き続き協議したいとしています。